こんにちは、船木と志村で、船志村です。よろしくお願いします。マリちゃんはちょっと準備があるんで、私が喋るんですけど、こんな後ろにしてもらってありがとうございます。なんか、3日目の結構後ろの方って緊張もするんですけど、ここから盛り上がっていくってことで、ちょっとその、つないでいけたらいいなと思ってやろうと思います。で、だいぶ「ふなしむ」っていう名前も定着してきたかなって思って、いつもこう、挨拶するんですけど、盛り上がっていただいてありがとうございます。皆さんね、使っていただいて構わないのでなんとかですあ、1曲目は「小袋の願いの歌」という歌でした。私たちずっと小袋のカバーをやってるんですけど、やっぱりその自分たちの声と合わないとかで結構難しいところもあったりするんですけど、それで聴いた人がちょっとでもいいなって思ってもらって、聞いてもらえたら嬉しいなと思っていつもやってます。どうしよう。長い一緒に付き合ってるの。そうだね。でもいつか話した気がします。高校の。1年生のことも楽しんでね。あ、いいかじゃあ。やっていきましょう。今日は長いんです。そうなんですよ。で、今度、新茶からやってね。その時も話しになったね。うん。ずっと変わってないです、名前は。どうしよう。あ、今曲目いい。一曲目は見た。あ、いた。で、何かありますか？知らないですか？はい、はい。じゃあ2曲目が、赤い糸という曲をやります。有名かなと思うんですけど、バラードでこの時間帯今ちょっと眠くなっちゃうかなみたいな感じで、これから後半というか、あと盛り上がるところが多いので、ゆったりと聞いてもらえばいいかなと思います。ふなしむでした。ありがとうございました。ありがとうございました。